はい、どうもこんにちは、クレです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回はパワキオールスターでリアタイやっていきたいと思います。はい、ということで大変お待たせいたしました。おそらくね、この動画アップデートが入ってから数日経っての動画になってると思います。今回ただの、パワヒオールスターではなくてですね、2つオーダーを作ってきました。まず1つがですね、この全員パワヒ降格オーダーでございます。まあ、もうその名の通り弾道パワーヒッターで、特殊能力に降格打法を持ってる選手たちですね、こちらを集めてきました。で、もう1つがですね、こちらなんですけれども、全員降格なしのパワヒオーダーですね。この2種類のオーダーを今回作ってきました。まあ、正直もともとね、あのガチオーダーでは全然パワヒの選手って使ってなかったんで、どんぐらい組めるのかなっていうのあったんですけど、意外とパワヒ持ってましたね。ので、まあ、今回はこの2種類のオーダーを使いながら、使用感の方をねじっくりアップデートでどれぐらい強くなってるのか試していこうかなというふうに思います。じゃあもう早速本編入っていきましょう。どうぞ。さあ、てことでやっていきましょう。本日の初戦です。よろしくお願いします。今回ちょっとルーム戦でスピリッツの部分でね、だいぶ下げられちゃう選手も何人かいるんで、まあ、大体最新スピリッツなんですけど、まあ、一応ちゃんと検証できるようにスピ統一で、あれ待って、スピ統一になってるの、あ、コンボか、そう、スピ統一でやってます。はい、さあやっていきましょう。相手が純正だから若干スピ負けする可能性はあり。なんだかんだガッツはね、そもそも初使用回このセレクション使うのは初めてになります。もういいね、相手も多分これ撮影って分かってくれてるんで、ある程度外角を攻めてくれてる。 OK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 。 あー、でもやっぱ打球速いかもね、ちょっとね。実際でも正直上がってるパーセンテージを考えたら、どうなんだろう、肌感で分かるレベルじゃないんじゃないかなって正直現状は考えてるんですけど、あー、でもやっぱどうなん、ブラシーボ効果か、若干速い気はする。結局打球速度ってね、この弾道で決まるというよりかはパワーの数値の部分が大きかったりもするんで、まあ、一概にね、もう今回の強化でっていう感じでもないような部分はありますけど、まあ、でも体感今のところの使用感はいい。これ広角だけど打球死んだな。今なんかマウンドかなんかに当たったね。皆さん的には体感どうですか？結構コメント欄見る感じだと、おー、OKOKOK。まあ、強化を感じてるコメントは多かったかなと思います。で、いろんなクリップとかツイッターに上がってるやつとか見たんですけど、引っ張ってね、外角引っ張って飛んでるようなクリップとかも結構見たんで、まあ、そこは進化してるのかなっていう感じはしましたけどね。さあ、ってことで2イニング目。いや、このウッズとか使えるようになったら熱いな。スピー解放必要にはなるけど、今年順番的にはベイスターズ版出てきてもおかしくないと思うんだよな。いやー、抜けないか。この坂本選手なんかは多分今どうだろう、右バッターが好きで広角を重視する人だったらオーダー入るかな。おお、これ超えるか。今までだったら今のライトフライかも。問題は広角がないときよな。広角がないとき、これちょっとあえて引っ張ろうかな。引っ張れるかな。あー、流しちゃったわ。全然引っ張る気ゼロ。まあ、あと結構コメントだったのが、飛距離若干伸びたことによるポテン、ボール球のポテンとか、内野の頭を越えて外野の間に落ちるみたいな、だからそういうのが増えたみたいなコメントは結構見ましたね。あー、これちょっと弾道が上がらんかったわ。まあ、でも正直なところ、前の動画とかでも言ってると思うんですけど、パワー強化とはいえどアーチとかライドラが弱体化されるっていうわけではないので、みんながみんなオーダーガラッと変わるような感じではないかなとは思うんですけど、でも間違いなく言えることは、今までの環境に比べて差は縮まってると、いうふうに言えると思うんですよね。アーチライドラに対してのパワヒの立ち位置で、まあ、ライドラとパワヒの2つの弾道に関してのどっちが強いかっていうところの部分は、やべ、まあ、だいぶ好みの問題になってくるんじゃないかなと、いうふうには思います。まあ、でも間違いなく純正ユーザーにとってはね、大強化なんですよね、今回のアップデート。もともとパワヒ使ってないっていう人にとってはあんまりかもしれないけど、チームによっては本当にね、起用の選択肢の幅めちゃくちゃ広がってるんで、12球団オーダーと相対した時にゲームバランス差というかオーダー差みたいなところはだいぶ縮まったと言っていいんじゃないかなっていうふうに考えてます。なんかすごい絶妙なラインのアップデートで僕はいいかなと、危なっ、思うかな。特に不満みたいな方はそんなに聞かないもんね。
はい、ということで1試合目は勝利でした。あんま打てんかったけど、まあいいでしょう。じゃあ2試合目はちょっと全員降格なしパワーヒョーダーでやっていきたいと思います。さあ、ということで2試合目ですね。2試合目は今度ベイスターズ純正の人来たわ。対戦よろしくお願いします。今度は、パワーヒー降格なしオーダーですね。カズオさん1番ショートで使う人も増えそうだな。僕も一時期は松井カズオさん1番ショートで使ってましたね。一時期はっていうか結構長いこと1番ショート松井カズオだったかも。怖えーないか、ちょっと詰まってたかな今のは。でもああいう芯を食ってない打球もね若干伸びやすくなってるんだよな確か。さあ、そして松中さん、このセレクションの松中さん初使用ですね。うわーいけたな。いやー、さあそしてポランコ、ポランコのミートこんなちっちゃくなんの。バウアー強っ。ああ刺されてる。でちょっとねこの動画と全然関係ないんですけど、私実は先日 MLB 中継デビュー、いたしました。まあ、見てくださった方もね結構多かったと思うんですけど、8月25日のですねシカゴカブス対、マイアミマーリンズのスポーツ TV NOW の、中継でですね、あの実況アナウンサーのあざみさんにお声掛けをいただいて急遽電話出演という形でやらせていただきました。まあ、どうしてもねあの電話出演だったんで環境の都合上あの音質が昭和音質というか、まあ、もう完全に通話音質だったんですけど、アーカイブがね Spotify Now 登録してる人は見れると思うのと、あと YouTube の Spotify Now のチャンネルであの鈴木誠也選手が2打席連続ホームラン打ったシーンとかの切り抜きで上がってるんで、ちょっとよかったら見ていただきたいなというふうに思います。めちゃくちゃ音質悪いんだけど、紛れもなく僕の声が中継に入ってるんで、まあ、いつかね、スタジオ出演、できるように、まあ、ちょっとね精進していきたいなというふうに思っております。あの本当に僕自身実際の野球中継に出演するっていうのは一つ夢でもあったんで、本当にね貴重な機会をいただいて感謝しかないです。実際にやってみて改めてこう MLB 中継に出演されてる方の知識量ってやっぱ半端ないんだなっていうのと、やっぱもっともっと勉強もそうだし、ワードの引き出し言語化能力っていうのも必要だなっていうのを感じたんで、ダブルで、ね、MLB の勉強もそうだし言葉の勉強もそうだしやっていかないといけないなというふうに感じました。今後ねあの Twitch の方での観戦配信もうね喋りに夢中になりすぎて見逃しちゃったけど、もう増やしていきたいなというふうに思ってるんで、まあ、ぜひよければね今後また配信も見に来ていただきたいなと思います。さあ、ということで本題のちょっとバッティング、パワヒプルヒが今この中田選手は出てますね。95のパワヒプルヒ、いやーちょっと待って、バウアー打てない。おこれはおーいい検証打球、どうなんだろう。まあ、今のタイミング良かったっていうのはあるけど、正面だったら多分取られてるような打球かな。まあ、正直ね強くなってるとはいえど、やっぱパワー東広角はきついんじゃねっていうのが僕の中での仮説ではあるんですけど、まあ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 巨人純正で松井さんとかも使われるようになるんかな。普通にパワー90、いやなんだ今のカーソルめっちゃ重かった。カーソルバグは治ってないんかこれ。まだスピリー行政までになんとかしてほしいけどな。どうこれ、おおこれ超えるんか。これは結構やっぱ強くなってるかも。今までだったら絶対アウトだった。じゃ今の広角なかったからね。オースティンいいね。パワーの数値80ぐらいだったかな、84とか。まあ、今のとかも若干打球速度は速く感じるかな。あ何今の守備、えめちゃめちゃ気抜いてたんだけど今、何今の守備ひどすぎん。あやっぱゴロの打球もやっぱなんかちょっと速くなったような気はするな。気がするだけかもしれないけど、これはおこれ超えるんだ。今正直詰まったと思ったわ。やっぱ強くなってるね。
はい、ということで、まあ、あんまり普段ね使わない選手結構使ったっていうのもあって、めちゃめちゃ打てたっていう感じじゃなかったんですけど、まあでも間違いなく今までだったら取られてるだろうなっていう打球が抜けたり、打球速度上がってるような感覚はしましたね。あの正直ここはしばらく使ってみないと、より細かい部分っていうのはね分かんないかなとも思うんで、まあ、今後の使ってみた動画とかも全員ではないかもしれないけど、ちょこちょこねこうパワヒの選手でも入れて使っていこうかなと思います。ぜひ皆さんのね、このアップデートの感想もコメント欄でお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。